それでは質問を受けいたします。産経新聞ですけれども、あの5日の交通協の話なんですが、あの松井市長が万博までにワン大阪にしたいということで、2025年1月に、まあ、特別区設置っていうのをおっしゃったと思うんですけれども、まあ、2023年にあの次の統一地方選があるということで、その間隔としては2年間ですけれども、これをこう短いと見るか長いと見るかっていろいろあると思うんですが、その市民の理解っていうのは得られるのかなというのを。いやだからそれも含めて市民の皆さんに判断してもらう。要はまあ選挙はもう4年に一度と決まってるわけだから、その選挙に合わすというのも一つあるけども、そのより良い制度を作るためにどういう優先順位をつけていくかということで、やっぱある程度じっくりと制度設計をする期間がいる。それから市民の皆さんにご迷惑かけないようにシステムの変更のためのまあ要は、役所が休んでる間に市民の皆さんもそういう、こうお休みの間に、そういう、こうシステム改修を、まあ実行する、まあ、そういうことを考えながら、どれが一番、あの100点満点の日ってないと思うんでね、どれが一番、こう時期として、よりふさわしいかということを考えて、まあ、僕は25年の万博は新しい、そういうワン大阪で迎える、で、制度を作るにもやはりこう十分な時間を作る、そういうことを考えれば25年の、まあ、1月が、よりベターなのかなと、まあ、選挙の期間はありますけど、それはまあそれも含めて住民の皆さんに、ご理解をいただきたいと思います。その2023年の統一選はある種その次の区議選とか区長選の前哨戦みたいな、ちょっと行き来手としてはもう2年後になくなる市の市議選、市長選ということなので、まあ、投票率も含めてちょっと市民にとってはこう分かりにくいんじゃないかなとも思うんですけど、いやでも分かりにくいというのはそれはやっぱり立候補する人たちが説明責任を負ってるんじゃないですか。吉村知事が会見で、まあ、財源配分をいじることはないけれども、まあ、10年間の移行時期に、まあ、特別区を重視する措置を取るというお考えを表明しましたけれども、市長としてのイメージというかですね、その10年間 その特別区重視の措置のイメージというのはどうでしょうか。まず財源配分は、まあ、これはもう仕事見合いで、財源が配分されるのは当然だと思っています。今大阪市は政令市としてね、その都道府県の仕事もやってる、でその都道府県の仕事をやるための財源としては、国でも基準財政需要額でそれは認められている、だから、この再編に、要は行政制度再編にあたっては、従来担っている仕事をそれぞれ役割分担するわけだから、それは、財源もそれに合わせて、移動させるというのは当然の話。ただ、初めてそういう特別区が東京以外のところで特別区できるんだから、やはり広域自治体として、十分やりくりがつくんなら、区民に新たな負担がこう増えることにならないんなら、やはり特別区の基礎自治体としての行政サービスを拡充するための、まあ、スタート時期においてね、何らかの手段が、必要なのではないかなとは思っています。特別の重視措置ということで財源はまあ見つけてこなきゃいけないと思うんですけども、例えば基金の取り崩しですとかそういった可能性というのはあるんでしょうか。財源を見出される財源については、これはまあ長期の財政シミュレーションでいろいろお示ししてますけど、こう成り立たないというシミュレーションはありません。ということは市民にも府民にもね、負担は増えないということだし、今府市一帯で8年間
さまざまな取り組みをした結果、大阪も大阪市も税収伸びてますよ、うん、だからそういう、こうまあ、プラスアルファの財源をね、特別区がスタートして当初はね、やはり特別区というものはの住民の皆さんに、うん、より、こう、なんていうかな、うん、より住民の皆さんに手厚い形の、ね、行政サービスは実現していきたいと思っています。それは移行までにその IR とかコンパクトが終わった事業がありますけれども、まあ、それで生み出されるプラスアルファの税収を特別区重視 その措置に当てていきたい。IDR の財源、生み出される、財源については、これはもう府と市で、1対1ということは決めてますから、うん、だから、それは、まあ特別区重視の財源として、ピンポイントでどの財源を使うということではなくて、これはまあ今、事務方もいろいろ、まあ、精査してくれてるわけです、うん、要は大阪府に大きな負担にならないように、特別区 の基礎自治体重視の財源を確保していこうということです。これが22日の法定表であるという示される、これは委員会協議ですから、それは示されるかどうか委員会協議の結果です。確認ですけど、今草案で財源配分が、まあ、約22対、約78ということですけど、この配分割合については見直しの可能性というのはあるんでしょうか。配分割合については仕事見合いです、うん、これは配分割合は特別区ができた時点でも過去その3年間の決算で配分割合変えていくわけだから、そこの、原則を崩せばこれ将来またその、財政調整、基金 その配分のルールそのものを見直すことになりますから、そういうことはやりません。朝日放送の安井です。千葉県の森田知事が台風15号の最中に公用車で別荘に行ったという疑惑が週刊誌で報じられているんですけれども、これについても別のように、いや、それは週刊誌の話なんでね、事実かどうかもわからないけど、まあ、事実であればこれだけ被害が出てるわけだから、被災者の皆さんに、まあ、きちっと説明するべきだと思うし、そんなことはしないと思うけどね、僕は。だって台風っていうのはもう何日か前から分かってるから、うん、その時わざわざ選んで別荘行こうかなと、うん、それ自宅待機はあると思うよ。それはもしそうであればね、ちょっと危機管理としてはお粗末だったんじゃないの、まあ、それと公用車の使い方はね、みんな見直した方がいいと思いますよ。前知事も政令市長も、うん、まあ、公用車を要は公務と政務とこう私で完璧に分けてるのはもう我々ぐらいなんです。だからそういう公用車 の使い方はやっぱりちょっと全ての自治体で僕は見直すべきだ。大体みんなもう全国知事なんかほとんど私の用事でも公用車で使ってるんじゃないの、自分の交換に入った後はね、交換に行かれてる、いろんな買い物行くにも、うん、公用車の見直し使い方は、もうほとんどの知事の皆さん不適切ではないんかなと僕は思います。特別区のこともと恐縮なんですけども、うん、設置当時は25年1月ということですけど、日付としては1月1日を今でも想定されているということでしょうか。まあ、その、ピンポイントの日まではね、これはやっぱりどのぐらいシステム改修にどのぐらいの時間がかかるの、一応役所は 1,2,3 は休みだから、29人御用納めした後は、うん、その休み期間を使おうということです。
ケースの高橋と申します。万博関連で昨日の委員会で高橋副市長が開催都市として独自のパビリオンを出展されるというふうな話をされてましたけれども、まあ、これまでも関西広域連合による共同パビリオンとか、まあ、様々案出てると思うんですが、現時点で市長としてはどのようなパビリオンを開きたいというふうな考えでしょうか。これはもう大阪はまさに開催地なんでね、これはもう府市一体で、今民間でもいろいろ大阪の民間の事業者の皆さんがいろんなね、こうアイデアを出してくれてるし、まあ、そういうものも網羅しながらね、官民一体となったね、圧倒的な、こう世界中の人が訪れたり、そしてそこで驚く、そして健康になってる、そういう、大阪感というものが目指したい。受け取る方法とか、まあ、スケジュール感について副市長などに何か指示というのもすでに出されていらっしゃるんでしょうか。いや、まだ具体的に、大阪間の指示はしていません。これはやっぱり万博協会もあることですから、これから、その民間の皆さんの意見も聞きながら組み立てたいと思います。朝日テレビです。特別の移行期の話なんですけど、先ほど市長は、まあ、選挙からは近いけど、まあ、それは市民が判断することだというふうにおっしゃってたんですけど、逆に2025年 の、 その万博までに、開くメリットっていうのはどういったことがあるのかっていうのを教えてくださいでしょうか。いや、これはやっぱり、世界の人が注目する万博で、日本の、二極と呼ばれる大都市大阪がそこに誕生すると、制度としても出来上がると、すごい非常にインパクトがもうあるんじゃないかな、僕はそう思っています。世界へのメッセージ性という意味ですか。それはもう世界へのメッセージです。これまでやっぱり今年の G20 もそうだけど、やっぱり世界の中の大阪っていうのをイメージしながら、この8年間行政運営してきたんでね、それが結果として日本の二極になるという、そういう僕は考え方ですから、これからも世界に向けてね、大都市大阪をアピールしたいし、で世界の中で通用する大阪にしていきたいと思います。それから財源配分の話なんですけど、具体的に何億円ぐらいを例えば特別区の方に10年間手当てするというような考え方だってされるんでしょうか。いや、それは今事務方が精査してますから、それやっぱり根拠のある数字でないと、ね、言えない。今の時点で、僕自身が、どの程度の、財源枠というのは考えていません。話は変わって、子ども本の森の前の、子ども化について改めて、どういう意図で、来年の2月からですかね、目指される理由をちょっと教えてください。まず、子ども本の森に来る子どもたちがね、周辺も含めて安全に、そういうこう本と触れ合いながら、まあ、成長してもらうっていうのが、もう車をそこには入れないようにする。それからこう中之島のこの都心部でね、要は、歩行者天国的な場所を作っていくというのが、都市魅力の向上につながると思う。今結構抜け道としてまあ使われている道があると思うんですけど、その対策っていうのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。これはまた警察とも交通協議をしながら決めますが、そういう形でね、通行、自動車通行ができなくなれば、これはやっぱりドライバーの皆さんも考えて、迂回してくれると思ってます。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。続いて政府の質問に移ります。質問がある人はございますか。産経新聞ですけど、昨日の国会の衆院予算委員会で浦野議員が、安倍総理に対して閣僚の相次ぐ辞任によってその野党に、審議拒否の免罪符を与えたということで、解散して審を問うべきだと求めていると思うんですけれども、代表としてのお考えをお聞かせください。同じですよ。
とにかくあの僕ら地方の自治体の、区部長としてね、もう国会でやってもらわないかんのたくさんあるのよ。特にあの僕はもう今大阪市長としては、例えばスーパーシティの法案とか万博でスーパーシティの指定を受けてね、あの規制のない中でね、新しいことにチャレンジしたい。でこれは特区諮問会議でももう僕自身がその諮問会議の場で総理に対して要望に何度も言ってるわけだから。でもその日程が審議、もうあの要は無責任な野党の皆さんの審議拒否とかスキャンダルによる、委員会開催を、できないとか、そういうことで結局今議会でもスーパーシティ法案はもう上程されないという、これ日本にとってもすごいマイナスです、だからもう基本的にね、その何でもかんでも一緒くたにしてね、絶えずこう政局スキャンダル国会にするね、もう野党のもう要は無責任な野党の皆さんのその体質そのものがもう大問題だけど、これはもう体質変わらないから、もうあんだけこういろんな形で、まあ、民主党がバラバラになりながらも結局最後はそもそも民主党で固まってしまうわけだから、だからもう日本のためにもね、もっとこうまともな、国会の、姿を、まあこれはもう日本維新の会の国会議員なんで目指してもらいたい。そうしないともうどんどん先送りで、もうスピード感、なく、新しいことにね、これはもう地方がやる気になってもチャレンジできない。昨日の質疑では安倍総理が自衛隊や辞意を飛ばしたことで、まあ、その質疑が止まったということもあったんですけれども、そういった政府の答弁姿勢というのはどうか。まあね、それはみんな総理なんだからと言うけどね、まあ僕も知事時代ね、今市長になってからそこまで矢印飛ばされないから言い返してないけど、やっぱり知事時代にもう徹底的にもう要は誹謗中傷的な矢印飛ばされるからね、やっぱり人間だから言い返しますよ、こうやっぱりこう我慢してるけどついついねおかしやんかっていうふうに言うてしまうんだよね。だからそれを一つ受けてね、もう何でもかんでも議論しないというね、それが無責任な野党の皆さんの思惑なんだから、まあ総理には、まあ、僕が野次飛ばされたら言い返す僕がいるのは非常に、申し訳ないというね、お前も野次返せやんかって言われるかもしれないけど、総理にはもう我慢してもらいたい。出ないと無責任野党の思うつぼと手の内に入ってしまうもん、そういうふうに思います。昨日はですね、今議員が提出した資料を、まあ、それ自分で作ったんじゃないのっていう内容だったので、まあ、どっちかというと総理の側からこう挑発したような形で、だってあれ僕も昨日ニュースでも見たけど出展先言ってないんだから誰作ってるかわからない。で特に今井さんなんていうのはね、もう全く僕信用できない政治家なんで、まあ、知ってるけど、もう別にここで言うことはないけど、まあ、人は今まで自分の選挙に通りたいためだけの発言しか我々の目の前でしてなかったし、で今度、希望行ってまた立民行くんかな、行ってんのかな、もうとにかく主義主張のがもうない人です、もう筋もけじめもない人なんで相手にする必要ないと思います。そういう意味で総理は冷静だけ我慢するになったとか、違うこと考えときゃいいんじゃないの、もう筋もけじめもない誹謗中傷の、発言されるときは、でも代わりに、誰か担当大臣に答えればいいんじゃないか、とにかく怒らすためにやってるんですよ。
とうございました。